どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。そしてはい、おつです。タイタイです。そしてチョス、オールです。はい、ということで、はい、大原タイタイさんにね、はい、来てもらったんですけども、俺は女が好きだな、タイタイだ。なんでさ、なんでタイタイがさ、昨日寝言で言ったこと覚えてんの、大原。ねえねえ、あれこれ2対1の構図ですか、あれバン。とにかく今日タイタイ、タイタイ戻ってきた。で、今日なんだけど、はいはいはい、どうした、成長しようということで、やってまいりました。ついに僕たちの番ですか。やっぱり、はい、皆さんね、ちょっとついてきてください。あ、っていうか、はい、ついてきてくださいというか、はい、僕の手持ち見てもらったら分かると思うんだけど、はい、今回ガチで整地しようかなと思ってまして。ガチ整地、カズさんの地上絵あるやん、地上絵、はいはいはい、それがもうね、やっぱり帰宅部トリオ上3個空きっぱだから、そこ埋めたい。はい、こちらでございますよ。はいはい、こちらなんだ。おー、大原さんがちょっと、なんどうしたんだよ。おお、なんかシルカーボックス壊しました。一つ一つ言っていいですか。はい、あるのだよ。あの、ここに置いてあるの全部僕の。全部俺の。みんな普通に使ってるけど。全部俺が置いた。うん、どう見て、帰宅部トリオの方ここがさ、上開けっぱだから。そうだね。さすがにやんないとダメでしょ。うん、本当に。ちょいドルさん、ドズルさん、これめっちゃ年取ってる。多分ね。書き初めした。書き初め、ドズボンさん書き初めして、うん、ちょっと飛び散ったね、墨汁が。まあまあ、そうそうそう、急にぐらいこんな顔してて。いやいや、いじりづらいわ、いじりづらい。うん、ということで今日は3つのね、はい、上のレーンをちょっとね、はい、もう整地しちゃおうかなと思ってます。ガッツリやるか。キヨキヨじゃ真ん中でさせていただいていいですか。じゃあこれさ、一、うん、人一つのブロックやるの大変だから。大変だね。うん、だね。全員一緒に一つのやつを一個終わらせて休憩して、一個終わらせて休憩して、一個終わらせてっていう作戦しようよ。え、休憩するの？あと4本ぐらい使う。いや、今日一本終わらせます。え、今日一本終わらせます。休憩さん、時間を置いてみよう。今、1時50分ですね。おう、今日は寝ないぜー、おめえらー。元気がもらえるよね。人間の生活捨てちゃう。おわら、俺も人間の生活を捨てるぞ。そしてタイタイ、明日デートす、この人。おい、日曜日デートです、この人。この人、アクアリウムを見に行きます。いや、もうそこまで見てるじゃねえよ。YouTuber、 YouTuber、 YouTuber、 え、あのね、はい、おわら、聞いて、おわら、タイタイの彼女マジ可愛いっす、普通に。いやいや、2人とも知っとるだろ。今の気持ちをどう言う、一言。いやいやいや、あの、彼女さんとの交際のきっかけは何ですか。あの、一般人の方なんで、左からまず攻めていきましょうか。そうだね、山から崩して。で、今日さ、俺もう、もうさ、もう溢れんばかりのエメラルドブロックとビーコン持ってきたから、うんうん、そっちの方が効率よね。そうだね、そうだね。そうだね。じゃあ、あ、ってことはじゃあ、あれだな、地図複製しちゃおうか。あ、あ、もう本当にカズさんの上らへん行けばいいって話だからね。こっちそうだね。よいしょ。うん、うわ、俺もエリトラ使いこなせるようになったよ、やっと。一直線やから。あー、ここからか。え、山やん。いや、でもここが一番大変まである。やっべえぞこれ、やっべえぞこれは。やっべえぞ。一気にぶっぱしますか。はい、じゃあ俺このサイド、サイド行く、サイド。これさ、ジャズさんがもうやってくれてるところから伸ばす感じやね。そうだね、本当にもうガイドみたいなものあるから、はははは。は最悪この区画だけで5時間かかるからね。マジっすか、それ最悪やな。だいぶ、じゃあもうあとはもう整地します。はい、よろしくお願いします。俺朝8時迎えた段階で寝るから。いや、俺もだよ。俺も8時は寝るわ。水族館どころじゃねえよ。あれ、トヨタさん水族館行くんすか。しらじらしいな。トヨタさんどこの行くんすか。いや、どこのアウト。どこのは完全にアウト。トヨタさん品川水族館。本当にそうだったらどうすんだよ。でも大原、俺は遊びに行くだけで、ここで調子乗ってやり続けると、はい、俺らがそういう時にめっちゃ行ってくるからやめとこう。そうなんだ。俺もう今ためにためてるからね。3年分くらいで、しばらく来ないから大丈夫。それはそれで寂しいわ。頑張りましょうよ。じゃあよっしゃ、朝起きてから頑張ろう。うわぁ、キキもうさ、俺、うん、マイクラ内で寝たからもう今日寝なくていいや。俺相当やばいぞそれ。死ぬやろ。そろそろ死ぬやろ。もう俺ぐらいになると思う。はい、やっぱ俺2時間しか寝てねえわな。え、その中学生のモンスターを片手に投稿する人。え、待って、これってか終わるんかこれ。終わらせるんだよ。そっか、終わるとか考えない方がいいのか。終わるとかじゃなくて終わらせるが正解だから。それは大事だな。深いね。
みんな、うん、このギリギリ地図外なので端っこのところにチェスト山ほど置いておくわ。オッケーオッケー、そこにもうぶち込みロイヤルするわ、うん、あそこか。おはだすだす。あーもう俺らの倉庫にしようぜ、ここ。オッケー、じゃあこの辺からちょっともう早送りゾーンに行きますよ。そうだな、したら、はい、じゃあ早送り、別に朝まで話せますけど、みんな早送りします。はい、今の時刻は1時58分、大原うるさい黙らせるって今1時58分、それでは早送りスタート。スタート。さあ、ただいまの時刻、うい2時45分です、夜の1時間ぐらい。はい、カズさんに会いてぇな。こんな感じです。わかんないか、でもさっきビーコンここに置いたんだけどこれから結構すぼまってるからね。ね、でちょっとマジで疲れてきた俺。早い早い早い、はい、まずパーティーを始まったばっかだぜ兄さん。こっちもまあいい感じに、はい、良き感じで、良き感じにやりつつって感じですけど、終わる気配、あ、やべ、終わる気配がないな。あれ、ね、めちゃくちゃ効率のいい掘り方教えてあげようか。お願いします。綺麗に1列ずつ掘っていくね、はい、おー綺麗だな、それは確かに。こんな感じで5マス先ぐらいまで掘れるのね、ビーコンって。で、こう戸籍がなければ。なるほどね。で、こうやってまた戻ると、うん、こんな感じで一気にブロック上で掘れていくから。5マス先まで行けんのこれ。まあ、大体だけどね。3ぐらいまでしか行けないから。3ぐらいだな。3ぐらいか。ああ、すごい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 。あ、すごい。あ、確かにこっちの方があと進んでるかなっていいな。そう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 。なんか無造作に行くと疲れる。みたいな感じで掘っていく。ああ、いいね、その感じ。いいね。さすがカズさん、今 3D プリンターにハマってるから、3D プリンターを例えに出すという秀逸さ。これ季語に近い俳句で言うところ。うるせえな、なんかすげえうるせえな隣のやつが季語とかやかましいわやっぱりさ、流行りをさ大事でしょ。まあ大事、それは大事、まあ、乗っていかないとね。あ、それで言うとさ、ちょっと話変わるんだけど、あの先日あのステージゼロっていう高校生の、ね、e スポーツ大会があって、まあそこ僕応援団長っていう感じであのいろいろさせてもらってるんだけども、そこで優勝した高校生が僕ん家来てくれたのよ。その時に帰宅太りをめっちゃ見てますみたいな。泣いていいですか。で、ほんとほんとに見てくれてる感じで、で、なんかその好きなのがあの救急さんと大原さんと大体さんのあのラジオが好きですって言ってくれたの。めっちゃ高ファンやん。高ファンやん。めっちゃ高ファン。嘘だよ嘘だよ。いや本当、いやしかもラジオの話があって黙るけど、3人の家系が好きですとかだったらさ、まあまあなんか言ってくれてるのかなっていう感じは、ちょっと一回正座します。で、あと帰宅部トリオの掛け合いが面白いって言ってくれて、いいですね、めっちゃ嬉しいな。サイオクロ、色心源でっかいやつ。僕今、2時54分ですけども、はい、リミット決めた方がいいね、多分。今だってさ、決めないと終わる。最初さ、大口叩いてさ、3名行きますって言ってたけど、あの頃は良かったね、あの頃。1本の動画でとかドヤ顔してたけど、はい、考えるとこれ今1時間半、2時間、まあ1時間ぐらいか経過して、そうだね、 8% ぐらい終わったの。8% か。これ多分リミット決めた方がいい気する。これケツきましょう多分ね、うん、今日ので、だからまあ多分ドズボンさん、ん？ 3 時間パックをパック3時間パックを、はい、カラオケみたいな感じでどんくらいやったの。3時間パックで、まあ動画2本ぐらいしてたもんね。1枚の聖地、はい、うん、でもよ、どうすか、4時ぐらい、いや、無理無理。どんぐらいどんぐらいどんぐらい、4時はきついっす。4時だと、まあそもそも1枚終わんない。お、1枚終わんないっす、多分多分。3時、いやいや、もう終わるやん、あと2分や、あと2分や、違う、あと5分や。でまあ6時、まあ、妥当じゃないですか。頑張って6時。まあ俺たちのその行くか、うん、6時で、6時で行くか、そしたらいい塩梅っすよ、いい塩梅。6時もやばいけどね。カズさんと会うよ、マジで。誰も気づいてないけど、やばいよ。じゃあ6、じゃあタイムリミット6時で、じゃあ6時までタイムリミット頑張りましょう。はい、無理。はい、ということで今3時53分になりました。やってまいりましたね。もう朝の4時、ええ、さっき何分撮った。さっき2時50分ぐらいだった。あれか、1時間だった。え、もう経ったの。1時間だった。雑談してたらでもやばい、あっという間だね。で、今の戦績で言うと、このもうこのチェストはもういっぱいになりました、ほぼほぼ。大原さん、これもう墓地なんやね、大原さんって。ビーコン、今誰、大原さんって言ったの。誰、今俺が知らないキャラクターが一人いた。誰、え、ほら、ごめん、タイテです。あの、ビーコンそろそろずらすか。ラナルシステムだった。
ビーコン移動する？うん、そろそろ移動する。あ、もう下の方掘り終わってる。もうちょっとあと、多分キヨの方ビーコン行ってないでしょ、だって。いや、キヨアップすんなって。今ね、こんな感じで山を結構でも削れたね。そうね。いや、俺マジで最初にじゃあ今日3面動画で 1本で行っちゃいますとか言って嘘ついてすいませんでした。ただただ後悔しろとか。いやマジで。キヨキヨさんはこの作業は知らなかった頃のキヨキヨさんだから。いやそうですね。しょうがない。成長しました今日。成長したよね。俺も成長した。一点張りっていうラーメン屋さんがあるんだけど、お客さんのもう 80% ぐらいが絶対チャーハン頼むっていう。チャーハンの売りなんだ。チャーハンめっちゃ美味しくて、で、あの札幌ラーメン屋さんだから味噌ラーメンめちゃくちゃ美味しいの。なんで知ってんの？いや、あのサウナオリエンタル行ってきたんだけど、はい、そうオリエンタルのサウナ飯と行ったらみたいな、もうオリエンタル行った人はそこの一点張り行くでしょみたいな。みんな聞いたらオリエンタルってハテルキヨキヨさんと会えるぞ。バン。やめてください。ちょっと静止すんだよ。ちょっと静止して。でも知り合いから聞いた情報なんですけど、うん、もう超有名なサッカー選手とか、はいはいはい、まあ、俳優さんとかもこう結構行くとサウナに。そうした時に、そういう人たちと行ったらもうなんかもうみんなジロジロ見ちゃうんじゃないですかって聞いたら、うん、やっぱもうサウナーはもうちょそういうのちゃんとしてるからもう何事もないようにやっぱするんだよっつって、はい、ああなるほどっすねみたいな話をねつい先日、はい、してました。だから皆さんあのサウナで僕を見かけてもあ気持ちよくなってんだって思いながらあのそっとしておいてください。温かい目で、はい、大人の対応をお願いします。どんなイメージやそれ。でも一回サウナ内で喋りかけられたことは、サウナってか整えスポットで喋りかけられたことあったんだけど、あのでもその人めっちゃ気使ってる。僕が整い終わった後に喋りかけてくれた。待ってて。そう待ってる。あそう、それはねめちゃくちゃサウナーだなって思った。分かってる。そうそうそう、まあ欲を言えばサウナ内ちょっとね、いやいやいや、野放しにしといてほしいんだけど僕は。あまあということでね、はい、今4時で進捗これぐらいした。6時までにこの面は終わらせたいけどどう思う？やりたいね。いやまあ3人フル稼働だから最高の。いや確かに確かに確かに。まあまあなんかこれで終わんなかったらなんか別に、うん、満足感はあるわ。手抜いて終わんなかったじゃないからこれ誰がやっても終わんねえなって思う。確かに確かに、うん、だってこっちとらね、うん、もうあと俺今8人に分身してやってるけどもでも終わんなよ。それ大原のバイトやんそれ。いや7人今俺の後ろで応援してる。使い方間違いすぎだろ。人件費の使い方とはっていうね。はい、ああでもでもここの山だけだよ本当。余裕。ね2時間以内に鬼頑張ればって感じ、うん、だから6時まででやっとここだから3枚終わらせるって最初豪語してたキヨキヨちゃんに言いたいのは、うんはい、お前その調子だと朝11時までやってるぞっていう。もうカズさんマイクラ動画撮ってるどころか撮り終えてるぞって、ね、撮り終えてるね完全に、うん、最悪の場合もう一人ぐらい入ってくる可能性が、うん、入ってくる。そうマグ兄さんとかマグさんとかが、うん、そうだね11時で寝てなかったらやばいでしょそいつ。この時間でもたまにジャジャさんいるから。ジャジャさんいる。ジャジャさんジャジャさんこういう時そう一人で作られてるよね。そうそうそう結構そうなん。ジャジャさんはねなんかね俺だいぶ夜遅く行ってもねジャジャさんいるからね。そうなんわかる。いつ寝てるかちょっと不安になる。ジャジャさんが一番夜型まであるね割と。しかもなんか作業されてるのが結構地下じゃん。あーそう地下なんかより夜型感出んだよ。出るね出るね。なんか謎の夜型感出んだよね。全員夜型みたいな。そうそうなんかわかんないけど、はい、皆さんここから早送りでございます。よろしくお願いいたします。はいということで皆さん見てよ。見てくださいよ。見てくださいよ。ちょっとこの辺すいませんちょっと手持ちいっぱいになっちゃってますけど、はい、あとここ、うん、ここの縦5マスぐらいをやったら一面整地ですが、海はちょっと何も置いてないけど、うん、あー今大原が縁取りしてくれてるけど、縁取りだけしてる。この成功となります。はい。やばい。俺ちょっともうなんか久々だよ。久々っていうか初めてだよこんなんか達成感。なんか原木トリオ以来だよ。原木トリオよりもちょっとあるよね。原木トリオ以来感あるよちょっと。目に見えるからさこれでも。確かに確かに。 いやでもこれジャジャさんマジですごいよ。やばいジャジャさんやばい。一人で山を削るのマジでやばい。これさ大変で大変だったんだろうね、うん、伝わんないよね視聴者さんに。
この大変さ、なんかもう見てるだけじゃちょっとわかんないから。そのあのね、しゅうさんね、滝っていうのがあるんですよ。滝に打たれてる絵を想像してほしいんですけど、なんかすごそうじゃん。すごそう。だけど実際にやったことある人の話を聞くと、うん、見た目の15倍くらいきついらしいの。もう痛くて、そもうなんか5秒も入れられないぐらいなんだけど、でもさ、視聴者としては僕ら視聴者としてはなんか見慣れてるじゃん。まあ頑張ってんだぐらい。そう。修行してんだぐらい。そういう感覚に近いと思う、この聖地って。いやーマジでそうだよ。だジャジャさん、一つの山を一人でしょ。俺ら3人で瀕死だから。3人でだってもう、例えば4時間かかったとしてたら、12時間で一人で。いやしかも喋る相手もいない。動画回ってるだけでしょ、言ったら。とか。動画回ってるだけだわな、確かに。今だって俺らさ、もうなんか無限に無駄話しとったから。マジ無限に話だ。そう。一番無駄だった話何？今日一番無駄だった話はゼンマイ侍の話は、でも動画に載ってたね。あ、ゼンマイ侍、いやでもゼンマイ侍はなんかわかるわ。それ割とトップ3入るけどね。いや俺あれ一番あれだな。何？あのラーメン食べたいじゃない。それはどうでもよかったね。俺やないかい。非常にいい無駄話でした。まあそうだね。あとはまあまあそう、だから無駄話してるからこうメンタルも持つけど、これ無心でやってたら本当ジェイさんすごいですよ。そうで、結局2面ぐらいやってるドズボンさんたちも本当すごい。いや本当にそう。みんなすごい。みんなすごい結論。みんなすごい。みんなマジで頑張ってると思う。そう。これから大変なのがマグさんっていう。そう、マグニさんが。マグさんちょっと皆さんね、マグニさんの視聴者さんね、もし見てたらマグさんに言ってほしいんですけど、マグさんが、動画とかで、うわちょっとこれ大変だなって言ってたら、帰宅部トリオがちょっとできることはしますってお伝えしてほしいわ。いや本当本当に本当に本当に、まあ、マグさんにも本当お世話になる。それしかできないから、唯一の強みはマンパワーですか。マンパワーあるんで、はい、3倍ですか。だからちょっと帰宅部トリオがそれなんか手伝えるとか一緒にやるとかわかんないですけど、例えばこの山はちょっと帰宅部トリオにお願いするみたいな、何でもいいと思うんで、なんかあったら掲示板で教えてください。じゃんじゃんね、はい、コメント欄で教えていただけると嬉しいなと思います。はい、じゃマグさんにね、何でもしますから。そう、何でもする何でもする。あの始末とか始末やめてください。小原さんそれいつもの寝ちゃってます。嘘です。始末でいつものやばいって。俺裏作業そういう役割。あれ待って、終わんのやばいんだけど、俺本当に嬉しいんだけど。嬉しそう。めちゃくちゃ嬉しい。俺ちょっと見る。もうキョキョ今、はいキョキョでしょ。タイダンス。いやタイダンス出てる。だいだすぐ上がるやん、カメラ。今カメラ映ってます、はい。え？カメラ映ってる。でもそんなに今俺縁取りしてるけどさ。うん。そんな広くねえよ。もうやるもん。俺がガッツポーズ瞬間カメラ変えて。え、広くない？まあ、その辺なんだ。このぐらいだね。まあ、言うてって言ったら、今までやってきた言葉からことから比べると言うてだけど。まあそうだ、ね、ちょっと麻痺してるわ。ちょっと俺ら麻痺してるよ。敵がありえんくらい湧いた。え、マジで？うわぁ、やろう。でもあれは俺、死んですげえ湧いた。攻撃手段ねえわ、俺。え？鶴橋しかないわ。剣持ってきた。もうそう、斧とかしまっちゃった。なんかできる限りの、ないかすごい。ちょっとちょっかい出してこようかな、あいつに。じゃ、救急さん用に1個だけ。そう、お前1つだけ。くんだ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 。お前ふざけんじゃねえ、もんにゃろ、お前。いやいや、溜まってるって。救急さん溜まってるよ。お前、鬼人残破刀ねえから、お前、調子乗ってんじゃねえぞ、これ。タイタンのところに、あ、倒しちゃった。タイタンのところに投げればよかった。すげえよくわかんない。やったー、これで終わりだよ。ねえ、俺が最後やんで、俺が。今日ここにある。最後の一個。二個な。じゃあタイタンに譲るよ。タイタンに譲ろう。いや、気持ち悪いな。おれー、よっしゃー。スコップでやりなさいよ、最後から。スコップないのよ。なんか分かりづらい達成感なんだよね、これね。みんなはちょっとこうビビッと来ないだろうね。いやー、さ、はい。ここやっちゃいません。やっちまうか。これ早く終わらせる方法あって、はい、サンマソギにこう格子状に置いていくんですよ、まず。起きながらラジオ。じゃあということで皆さん、はい、第53回やっぱね、起きながらラジオ。お待たせしました。皆さんですね、はい、このブロック起きながら喋るというラジオ企画、はい、この動画の尺はもう何分観戦動画になるか分かりませんけども、また番外編で出るかもしれないからね。そうね、確かに。おまけおまけ。今日のラジオコーナーはですね、はい、じゃあどうしましょうかね。
じゃあ谷田さんよろしくお願いします。丸投げして。いやこれあれだからね、午前5時ですから。おお、谷田止まってるよ、手が。え、谷田手が止まってた今。その俺を見てる暇があるんだってちゃんとやりなさい。あ、そうか、前に俺の後ろにいるのか。じゃあ今日のワンコーナー、ワンコーナー、ワンコーナー、ワンコーナーいきますよ。あ、落ちた。最近契約してよかったもの。契約？何その、何そのなんか硬い感じ。俺のキーポイント返してよかったものでよくない？契約、なんか契約したの？ネットフリックスやん。そう、あ、俺ネットフリックスとスポティファイダブルで行ったんですよ。2つで月々2000円。あ、すごす。あー、笑いが。え、じゃあ買ってよかったものにしましょう。オイコスのヨーグルト。アイコス。いや、オイコス、それタバコ。え、ユーコスさん？ユーコスさん、そういうノリ？それユースケか。オイコスって何？あの、ヨーグルトっすね。あ、待って、コストコで売ってるやつ？てかもうコンビニとかで売ってるやつ。あ、マジか。オイコス前コストコ行った時にさ、そのオイコス売ってて、コンビニだと1個150円ぐらいするんですよ、オイコス。あ、いい値段するね。結構するな。いや、まああんまり食べないんだけど、うん、コストコ行ったら1個98円ぐらい値段で12個入りみたいなやつ売ってて、めっちゃワクワクするやつじゃん、それ普通に。安っと思って衝動買いしたんだけど。はい、え、じゃあもう家にもう12パックぐらいあると。そう、俺ちっちゃい冷蔵庫の中にね、下段全部今オイコス入ってて。全部、全部オイコス。ヨーグルトいいよな。え、でもね、そうやってる時幸せじゃない？うめえのよ、マジで。何味だ？いちごいちご。ブルーベリーもあったけど。オイコス。ヨーグルトあんまなんだよね、それで言うと。あ、乳製品そんなだっけ？俺、そう、なんか知んないけど乳製品あんまなんだよね。そうだっけ？俺そうなのよ。牛乳とかも聞くわ。牛乳もそう。牛乳もしよう、確か。チーズも。もうすぐ終わるで、みんな。終わるぜ。やばい、俺マジで。もうなんか手腱鞘炎になってきてますよ、本当に。俺も。これ。やってか、俺。ラストスパーター。ラストバター。シェイクオーゼイ。あの腱鞘炎って、俺なんだろう、最近まで腱鞘炎でキーボード打ってなかったからさ。いや、俺最初の30分経過あたりが結構一番辛かった。うわみたいな、果てしねみたいな。30分経って、え、何も進んでなくねっていう絶望感。そう、無理やみたいな。うん、え、これ、え、終わんの今日みたいな。あ、わかる。あ、確かに本来だったらばこれはあと2回やってたからね、今日。あー、もう本当に調子もつきませんでした。ただの女性が。本当そのさ、3年終わらしちゃいましょうよ、1日でみたいな。甘かった。甘い。もうインド人が飲むコーヒーより甘い。あ、それ久しぶりに聞いた。久しぶりに聞いたでしょ。え、一番がいい。あ、やばいよ、みんな終わりだよ。終わるぞ。この辺ボコボコを直そう。ボコボコね。あー、間もなくやで。あと1列。あ、そこだけ、そこ。終わるが今終わらせる。負けないで、もう少し、最後まで走り続けて、どんなに離れてても。ヒョンギさん、リーダー、じゃ最後失礼します。吹いた。ちょっと俺もやっときたい。あいしょー。おいおい、白いほくろができた。白いほくろができちゃうから。え、マジで俺らこれやったの。よいしょ。いやー、終わりましたよ、みんなさん。俺と今会っちゃおう。マジで。あー、ということでお疲れさまでした。お疲れさまでした。お疲れさまでした。15万マスぐらい、これ本当に。あ、まずい、まずい。あ、大体が。まあ一日でね、はい、もう今の時間で言うと、まあ、5時10分ということで、朝のね、約4時間ぐらいですか。そうですね。3人で4時間ちょっとでしょ。だよね。それちょっとえぐいわ。だいぶ。はい、ということで、ちょっとまた会を置いてから、ね、また真ん中と右の帰宅部トリオのね、2人の。次回ですね。いやいやいや、甘い。え、多分ね、もう次回のやつ実はもう撮っちゃってあるから、はいはい、それが終わってから、はい、また公開させようか、させてもらおうかなと。今日僕、シャーどうした？あざした。ぜひとも真ん中のボタンからチャンネル登録お待ちします。お願いします。帰宅部トリオね、毎日走行中でございますので、応援してくれると嬉しいなと思います。そして、動画の説明欄にはね、大原麺とタイタイ麺のね、はい、YouTube チャンネルもありますんで、はい、ぜひとも登録していただいてね、3人帰宅部トリオを応援してくれたら嬉しいなと思います。お願いします。そして周りにはね、カズさんワールドパート1から最新回の動画が全部入ってる再生リストもね、ありますんで、まだ見てない動画があるからそちらチェックしてみてください。はい、ということで、はい、ご視聴、あし、あし、おやすみ。